こんちですえ。今回なんですけど、えーまあ、本日までのです、ね、ガチャがいろいろ来ているというところで、えー、そちらですね、やっていこうかなというふうに思います。えー、まずなんですけど、次回反響ですね、えー、とこちらのコンテンツの終了時刻がですね、迫ってきて、 コンテンツ終了時刻じゃないな、1週目のですね、ランキングの集計が迫ってきておりますので、こちらですね、まず忘れないように気をつけてください。まあ、直前にですね、なるべくボス戦を突破するだとか、レベルを上げるだとか、闘技場を上げるだとか、できる限りのことはやっていただければなというふうに思います。 私もですね、ちょっと全部のサーバーをできているわけではないんで、今みたいにこんな感じでちょっとサクサクまだまだ進めそうだなっていうところはあるんですけど、まああのメインのサーバーはですね、えー、まあ、なるべく、えー、上位狙うようにですねしてもらえばいいかなというふうに思います。えー、で、えー、次はもっと甘くなるですね、今来ております。えー、こちらですね、1回抽選できますので、えー、皆さんですね、えー、無課金の方も忘れないように気をつけてください。えー、ままあ、ういこと うまいことというか、一応ですね、無課金の方も5回来れば MR 化粧を取ることができたりとかしますので、まあ、こちらですね、えー、まあやってもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。で、バンジョン親ですね、もう今来ておりますので、こちらですね、まあ、もうそろそろ終わりが近づいてきておりますけど、まあ、毎日ですね、引くの忘れないように気をつけてください。えー、ま副賞とかですね、MR 化粧とかもらえますので、あの引くの忘れるのだけは避けていただきたいなというふうに思います。 で総選挙ですね、今来ておりますので、こちらですね、まあ、勝てないかな、私はアマテラスに全サーバーつ、えー、入れてるんですけど、ちょっと厳しいなというふうには、うん、思ってますね、ちょっとなかなかハクタク、白タクの、M、 でも、衣装アバターが来るのかな、この感じだと。まあ、それはそれで暑いですけどね。まあ、まだ残り期間はあるんで、諦めずにやって、まあ、私の投票でどれぐらい変わるかっていうところがありますけど、やっていこうと思います。えー、で、在審の脱会ですね、えー、今来ております。えー、まあ、のもう課金できないんで、まあ、の無課金の方も配課金の方もですね、一回だけ無料分引くの忘れないように気をつけてください。 で猫遊は遊ばん来てますね、えー。こちらですね、まあ、特に内容変わらず、UR セレクトのキャラクターが増えただけっていう風な感じになりましたので、まあ、これはただただ紙アップデかなという風に思いますので、えーまあ、ありかなという風に思います。猫コインですね、600溜まっている方は、ですね確定で副勝セレクト1個ゲットすることができると思いますので、えー、こちらですね、取るのを忘れないように。 気をつけてもらえばいいかなと思います。あのセレクトなんで、あの本当にもうあの欲しいキャラクターがい,いる場合は行っちゃっていいかなというふうに思いますね。で、福神の釣り場今来てます。えっ、ー、と、これ今回で最後かなというふうに思うんですけど、最後ですよね。えー、っと、あちょっともう見るのは探すのやめておきますけど、確か最後だったかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、意外とですね、この魚の池に ですね、800円課金していただくとです、ねえー、こちらにモリラン丸がいるとモリラン丸がです、ね、小生の、えーまあ、ガチャのところから取ることができないので、えー、ここで。 えー、とりあえずです、ね、この SSR のガチャです、ねえー、1個取っておいてもらって、モリラン丸以外をです、ねえー、小生のガチャの方から取っていただいて、モリラン丸確定で入手できる状況にしておいた方が課金する方はいいんじゃないかなと思うので、まあ、もしモリラン丸持ってない方はです、ね、これ狙い時かなという,ふうに思うので忘れないようにしてください。 でスーパーパック、今来ております。まあ、あのこれ、基本、あまり課金はおすすめではないんですけど、160円の方がいいかなと思って私、課金はしてません、ね。3800円の方はちょっと怖くて手が出せないです。えー、で星の羅針盤も今来ておりますので、えー、まあこちらですね。えー、まあ 毎日ちゃんと引,引かれた方はですね、あと3回引いていただくと、無料部に加えて3回引いてもらいただくと、生還石の絆ですね、えー、1個もらえるかなと思うので、まあ、横切法に余裕がある方はそこまで引いていただいてもいいんじゃないかなというふうには思います。生還石の使い道としては、基本的には MR 結晶がおすすめです。SSR、SS まあ、UR はありかな、SSR はもうここで取る意味はあんまりなくなってしまいましたが、ここにもモリランマルいますね。これ これ確保しといた方がいいですね。あの、あ、課金しなくていいわ。ここにもリランマリいますね。なんで、まあ、ここで交換してもらえばいいんじゃないかなというふうには思いました。えー、で、続いて、えー、イベントじゃなくて、特典のとこを先行きますか。えー、まあ、そろそろですね、えー、まあ、初チャージ、えー、もう、その証拠を取ってない方は、まあ、取っていただいてもいいかなというふうには思います。で、ね、ネココインパクショーですね、課金する方は忘れないようにというところと、軍令ですね、今来ておりますので、まあ、まだ、えー、 全然ですね、開いいてない開かれてないかなというふうに思いますけど、あの、まあのま無課金の方も、まあ、課金される方も忘れないように気をつけてください。え週のギフトは超招き椿とハッピーギフト本日までとなりますので、まあ、どちらも課金する方は忘れないように、あと風前ひざくらも来ているので課金する方は忘れないようにしてください。え月のギフトはですね、今、あの次回半期が来ているんで、まあ、課金するなら今かなというふうに思います。あのまあ、少し余裕めに、まあ、少なくとも2ヶ月課金しておけば次の次回半期をまたやってきますので、まあ 私のおすすめとしては、まあちょっと差しゅが怖い方もいらっしゃるかなというふうには思うので、えー、まあ2ヶ月に1回次回反響のたびにですね、2ヶ月分購入っていうのが、まあ一番無駄はないかなというふうには思います。まあ私はもう半年分あのやっちゃってますけど。 水ト矯正も来てますので、1200円ですね、5日間課金する方はしてください。まあ、そんなにやる意味はないかなと思います、えーで。それではですね、ガチャ見ていこうかなというふうに思います。えー、っとまず大天狗ですね、今来ているような状態になります。まあ、結構おすすめです。えーっとまあ、取れる、取って、えー、っと原稿に余裕がある方ですね、に関しては、まあ、取ってもいいんじゃないかなというふうには思いました。あのーまあ、無課金の方もですね、微課金の方もですね、 イカキの方も取ってるかもしれないですけどあのやっぱり武将がですね戦役においては使いやすいっていうところがあるかなというふうに思いますで、まあ、戦役ですね、えー、で使いやすい武将ってあのめっちゃボス戦強いかって言われるとそういうわけではないんですけど、まあ、このキャラクターはですね強襲、えー、とか七世とか、えー、引き先きとかそういったですね、えー、自分で火力を伸ばすことができるっていうところで、まあ、もちろん戦役でも使いやすいですし、えー、ボス戦ですねこのキャラクター結構強いキャラクターになっているので、まあ、このキャラクターでボス戦突破して まあいざですね、自分があの戦役向けのキャラクターを取ったときは、このキャラクターに装備している装備をそのままえ戦役向けのキャラクターに移してあげるっていう風な使い方ができるかなという風に思うので、こちらのキャラクターですね、取って後悔することはよっぽどなことがない限りはないかなという風に思いますま。やっぱりちょっと弓将だと自分のレベルが低いと使いにくいってところがありますし、帽子だと現状あの戦役で使い分けるアマテラスぐらいなので、ぶっちゃけ。あのー まあちょっと汎用性がないというか、まあ、別に帽子を育成していただいてアマテラスで戦役やるっていうのでもいいんですけど、あのーまあ、結局メイン戦役もサブ戦役もあるっていうことを考えると、もう一人ですね、必中キャラクターはいた方がいいというところで、まあ、絶対武将は絡んでくるはずなんですよね、戦役をやるにおいて。と、えー、いう意味ではですね、大天狗取っておく、まあ、大天狗取っておくっていうのは非常にありなのかなと、まあ、私は思っています。まあ、あの最後はででですすねご自身で決めていいいたただきたいなとうううふうに思うんですけど、まあ私は取って損は なないいいキャラクターだなという,ふうには思います、まあ、ただ、ちょっと孫昌校がいつ来るか分かんないというふうな状況で、まあ、もしかしたら今日来る、今日とか明日来るかもしれないというふうな状況ではあるので、えー、まあ孫昌校ですね。えー、狙ってて、原稿を足りなそうって方はあもちろん取らなくていいと思います、孫昌恒。まあ、孫昌恒とどっち優先と言われたら孫昌校かなと思うので、うんまあ、あの別にこの大天狗がいることで戦役伸ばせるかというと、別にそういうわけではないかなと思うので、うん、まああの まあ今後ですね、戦役向けの武将を取った時にこのキャラクターを持っておけばまあ装備とかの共有ができていいよねっていうふうなまあところではあります。あのなので まあ、しかも、あの、このキャラクター、他の武将がいればいるほど強くなるような性能でもありますので、個人的にとって損はないかなというふうには思っていますね。ちょっと私自身はどうしようかな。余裕があるサーバーは行きたいんですけど、余裕があるサーバーが特にないんですよね。このサーバーも余裕あるように見えますけど、あの、勢いで先日エンテ取ったサーバーなので、そんなに勢い用意はないんですよね。原歩多分なくなっちゃうと思うんで、これ、この状態で引いちゃうと、うーん、ちょっと悩みますね。あと、このサーバー、 に関してだけ言うと。 あの9点減量を必中化させて、えー、突破しているような、えー、サーバーになるのでちょっと武将もまだ持ってないというところでかなりあの悩ましいところではありますこのサーバーにおいては先日エンテを勢いで取ってなかったら確実に取ってましたね、えー、でブリオンヒードですね、まあ、ブリオンヒードに関しては、まあ、今から取るかって言われると取らなくていいかなというふうには思うんですけど結構次回反響とかであの強いキャラクターだったりして、まあ、あと、まあ、頑張れば戦役で必中キャラクターとしても使えんことはないというところがあるので、まあ、そういったコンボをですね やりたい方はですね取っていただいたらいいかなというふうに思いますがまあ大天狗と並んでて大天あのー、ブルーンヒュードを優先するのはあまりないかなと個人的には思います。 で、綺麗な祭ですねえ。今回結構いい感じです。あの、長光明をとりあえず一択で絆のちょびだめしてもらえばいいかなとは思うんですけど、まあ、あと、清姫、茨城、卑弥呼、最上とやってきておりますので、まあ、UR 線の絆集めるもいいですし、え前、ーまあ、丸の絆はないかな。まあ、卑弥呼、花嫁かまで持っていったら結構強いんでありかなというふうには思いますけど、うん、そんなところかなというふうに思います。えで、美少女学園は、まあ、8期優先かなと思いますね。まあ、8期の後はもう、 連パ、リシン、アザイハンゾーあたりを U.R. 戦の奥義が開けるのであれば行ってもいいかなと思います。えー、ま次回はまた後にしますか。えー、で、えー、仮想の集いに関してはですね、まあダッキ最優先になってくるかなというふうに思います。えー、超の今ラバタを取るぜって決めてる方はそっち優先してもらえばいいと思います。まあ、その2二人ぐらいですかね。まああとはあの U.R. の絆 とかを集めてもらうであったり、えー、まあ ur 線旅風とかも結構ですね、えー、絆あったりとかしますのでまぁ、あ、そういったところをですね集めてもらうっていうのがいいのかなというふうに思います多い結構ありますのね。また ur 線の奥義なんであの基本的にはまあ UR の絆のちょびだめ、あるいはダッキー、超運のちょびだめって感じかなと思います。えー、で、ラッキースターの方はですね、えーと、引きのキャラはいないんですけど、柴生、関ウン、サナダ、呂布、コウさん、武田、出雲の絆のちょびだめはしてもらうと、まあ、奥義結構持ってるキャラクターたちになりますんで、まあ、おすすめなのかなというふうには思いました。 えそんなところですかね、あと書斎ですね、今来ておりますので、えー、原稿使う方は、ですね、あのーまあ、どこまで使ったらいいって言われると、20万原稿まで扱っていいよって話にはなるんですけど、あのまあ、 覚醒炭そんなにいらない方は8万元歩ですね、メドで、えー、終わってあの、意図して使うのであれば止まっていただければいいかなというふうには思います。あの意図して使うポイントとしては、炭造工房、神髄工房ですね、まあ、特に神髄工房の方かな、えー、に関してはですね、えー、あまりガチャで引く機会っていうのはないかなというふうに思うんですけど、まあ、段階報酬が35回までありますので、まあ、40例のところまで引かれる方は、まあ、一定数いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、そのタイミングいつにするかっていうと、こういう、まあ、書斎が来ているタイミングでやっていただくのが いいいいのかなという,ふうには思いますあとあの少女の成長来ておりますまだ1週間余裕ありますけど、まあ、大天狗取った方は覚醒と、まあ、あの武器作った方がいいと思うんで、まあ、武器も作っちゃっていいかなと思いますレベル85の統計心のところですね、えー、まで作ってもらうと まあ一応ですね、この少女の成長で一定数、覚醒炭とか炭素比帰ってきますので、まあそちらですね、忘れないようにやってもらうといいかなというふうに思います。今回の動画はですね、ここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。